島では毎年8月、アリラン祭りが開かれます。色鮮やかな衣装を身につけた朝鮮通信使の行列が再現されるんです。朝鮮半島と近い距離にある対馬は、古代から大陸との交流がありました。室町時代の日朝関係は欧英の外交がありましたが、おおむね良好。朝鮮側は室町幕府の足利氏へ使節団を派遣していました。これが朝鮮通信使の始まりです。しかし、この良好な関係も豊臣秀吉の朝鮮出兵によって途絶えてしまいます。国交が断絶してしまったのです。織田信長の死後、全国統一を果たした秀吉は中国明への遠征準備に取り掛かり、朝鮮に対し国内の通行と道案内を要求しました。この時、間に入り交渉を担当していたのが対馬の宗氏。しかし朝鮮は交渉を拒否。秀吉は大軍を率いて攻め入ったのです。朝鮮出兵はおよそ5年にわたり、秀吉の死によって終わりました。その後、政権の実権が徳川家康に移ると、国交回復を願う対馬藩の活躍で1607年、朝鮮通信使が再開されることになりました。朝鮮との交易に藩の財政を頼っていた対馬藩にとって、国交の回復は藩の存亡をかけた問題だったのです。朝鮮通信使は日本と朝鮮との交流の架け橋となり、朝鮮国王の国書が江戸へ届けられたのです。こうして再開された朝鮮通信使は、およそ200年の間に12回迎えられました。通信使の使節一行は総勢300人から500人。伊豆原から江戸までは往復で5ヶ月から8ヶ月ほどかかったそうです。対馬藩は通信使と江戸まで同行し、通信使を時の将軍へ会わせたり、外交の取り次ぎ、文化の違いによるトラブル処理などを誠実に行いました。対馬藩は幕府にとってとても重要な役割を担っていたのです。慶長条約によって国交が回復、貿易が再開されると、その拠点となる和漢が朝鮮半島の釜山に建てられました。鎖国時代、日本人が海外へ渡ることは禁止されていましたが、対馬藩だけは朝鮮へ渡ることを許可されていたのです。貿易の最盛期には、対馬は西国一の長者と記されるほど繁栄していました。日朝の信頼関係を築くため活躍した人の中に、あの新井白石と同門の儒学者、天森鳳舟がいました。対馬藩は17世紀後半、下降気味であった朝鮮との貿易を維持するために、関連文書の整理や保管を行う朝鮮方を設置。鳳舟はその責任者になりました。鳳舟は外交方針として精神の降臨を提唱、互いに欺かず争わず真実をもっての交わりと説き、朝鮮外交と友好親善に努めました。この相互尊重の外交姿勢は今の外交にも通じているのです。